あなたの心に深夜を慕う気持ちがあるなら深夜の人生を返しなさい。 お母さんとだけ面会するそうです。あの、深夜さんのことは話していただけたんでしょうか。はい、話しました。私だけというのは。おばさん、僕はここで待ちます。レイちゃんと会ってきてください。どうぞ。 元気そうね。これ、着替えとか身の回りのもの。ありがとう。ねえ、玲子、深夜さんのことなんだけど、どうして会いたくないなんて言ったの？会いたい。 深夜さんに会いたいよ。だったらどうして。深夜さんはね、あなたのために毎日足を棒にしてお父さんたちについてたキャディーさんを探してくれてるのよ。お母さん、深夜さんにもうそんなことしないように頼んで。玲子、私ね、お母さん、深夜さんが私のために人生を台無しにするのが嫌なの。深夜さん、 私のために会社まで辞めてくれたわ。それで私ちょっといい気になってた。深夜さんに甘えてたんだと思う。本当は私、深夜さんにはもう会わないって決めたの。 お母さんも深夜さんに甘えてたんだわ。お母さん、深夜さんに伝えて、もう二度と深夜さんには会わないって。 深夜さんが不幸になるんじゃないかって、それだけを恐れてるんです。おばさん、これだけは伝えておきます。幸せも不幸せも僕の人生はレイちゃんと一緒です。何があっても深夜さん、レイちゃんももっと僕のことを信じればいいんだ。 レイちゃん、僕を信じろ。もっともっと僕を信じろ。レイちゃん、深夜さん、私はあなたが好きです。大好きです。でも、 二度と会いません。私のことは忘れてください。私はあなたとした約束を守って一人で生きていきます。深夜の母静子の言葉は恋を知り染めた少女の胸を無残に打ち砕いていた。悲しみとともに 深夜との恋を諦めて一人で生きる決意をする玲子であったが、その心は虚しく絶望の黒い渦に飲み込まれようとしていたのである。
祈りの中、九死に一生を得てこの世に生を受けたレイコ。祈ること書いてレイコ。今レイコは神に何を祈るか。その日、署内の空気が一変していることを本能的に感じ取っていた。麗子を見つめる多くの少女たちの目に敵意と憎しみがたぎっていたのである。洋室、上島麗子。はい。白木子。はい。前川薫。はい。高田優子。はい。杉田秀子。はい。堀信子。はい。田口由美子。はい。ご室、大崎紗友子。はい。遠藤直子。はい。大滝夏子。はい。小倉玲子。はい。木村としみ。はい。相葉亜希子。はい。田村美奈子。はい。佐藤俊穂。はい。阿部幸恵。上島玲子です。よろしくお願いします。玲子、私たちの顔見忘れたかい？レディースブラックの優子と純子だろう。ああそうさ。こっちの3人は立川支部の薫と秀子と菊子というものだよ。玲子、ここにいるだけが私たちの仲間じゃないよ。各支部の幹部が20人各室に散らばって会長の指示を待っているんだ。神奈川鑑別私たちが仕切った。今日からお前の勝手にはさせないよ。箸一本動かすにも私たちの許しがいるってことを覚えとけ。なんだって？算出退出。はい。先に。はい、教室入って。はい、はい、
邪魔だろ。何ボケっと突っ立ってんだよ。どけよ。すっぽんぽんって部屋まで走ってみりゃいいじゃねえかよ。そうだよそうだよ。ざまになってんじゃねえ。最高。お前だね。ああそうさ、私の指図だよ。だったらどうしたい。ここで私とやり合ってみるかい。私にも限度ってものがあるからね。お前の限度を早く私に見せてほしいね。サイコ、私が少年院に行くのを怖がってるなんて思うなよ。行く時はお前も道連れにしてやるよ。信じることだ。いいね。待ってください。私に何を信じろって言うんですか。私に誰を信じろって言うんですか。純子、鏡取ってくれよ。あ、サンキュー。すいません。いいよ。前の布団は私たちが使ってるよ。返して欲しかったら腕ずくできな。北斗七星会の会長ともあろう者が恥ずかしめを受けて黙っているのかよ。眠ろったってそうはいかないよ。レイコ、今夜からお前には眠る時間は1分だってないんだ。眠るなら眠ってごらんよ。濡れた血紙でお前の鼻と口を押さえてやるよ。それともここで型をつけようか。だったら私は眠らない。その代わりお前たちも眠らせないよ。どっちが先に泣きを入れるか、それで勝負をつけようじゃないか。何？消灯時間だ。監視が見回りに来るよ。レディースブラックにはこの勝負を受けるやつはいないようだね。何？こいつ！勝負するのかい？しないのかい？受けてやろうじゃないか。代わり番子なんてせこい真似は許さないよ。分かってるさ。レコさん、消灯時間ですよ。何してるんですか。あ、はい、すぐ寝ます。申し訳ありません。泣きを入れるのはレイコのプライドが許さなかった。かといって優子たちを叩きのめせば自ら進んで少年院に行くようなものである。このピンチに玲子は不良少女のプライドを巧みに利用して優子たちを同じ土俵に引っ張り込む作戦に出た。3日後の夜、薫と秀子がギブアップした。4日目の夜半に純子と菊子が、5日目にもなると玲子は襲い来る睡魔に何度も引きずり込まれそうになり、体のあちこちに
無数の針を打ち込まれたような痛みが走った。馬鹿げてる。こんなことして何になるっていうの。こんな奴ら叩きのめして少年院に行った方がよっぽどマシだ。ダメだ、深夜さんと約束したもの。約束。私はもうどんなことがあっても後戻りしない。英子、この勝負引き分けということにしてくれないか。いいよ英子、引き分けってことにしようじゃないか。眠れる。深夜さん、私は約束を。切れやがって。会長、優子と玲子は五分の勝負に持ち込んだんだ。認めてやってよ。生言ってんじゃないよ。誰が玲子とそんな勝負しろと言った。お前たちの役目は玲子を追い込んで間違いを起こさせることだ。それ忘れんじゃないよ。行きな。あんたのためだよ。あんたが幹部に昇進するためなら私、鬼にだって悪魔にだってなってやる。トール、好きだよ。あんたが好きで好きでどうにもなんないんだ。俺は何をやってるんだ。時間がどんどん飛んじまうぜ。こんなことをやっててどうなるって言うんだ。トール、だいぶエネルギーが余っているような。兄貴、レイコを少年養育にするために左右子たちを鑑別にも追い込ませたっていうのは本当なんですか。ああ、本当だ。兄貴はどうしてそこまでレイコ。トール、北斗市政界を根絶やしにするってのが組の方針だ。俺は命令通り動いてるだけで、レイコに恨みつらみがあるわけじゃねえさ。トール、北斗の幹部が鑑別から釈放された。奴らが体勢を立て直す前に一人残らず叩きのめしてこい。麻酔会に昇進したくねえの。わかりました。武志、僕は前に飛ぶぞ。待てトール、野上信也を見つけたら奴も叩きのめせ。行け。お前の仲間が一人残らず叩きのめされるぞ。仲間だけじゃねえ、お前の愛しい深夜さんもだ。それでもお前は怒らないのか。Wow!
てめえが野上信也か。てめえら信也さんになんてことすんだ。離せよ。離せろ。ドル君、君はまだこんなバカなことをしてるのか。うるせえ。信也さんよ、俺はあんたに自分の世界に帰れって言ったはずだぜ。どうしても分からねえって言うならあんたの手足を叩き折って分からせてやるぜ。てめえ、私も引退する前は北斗市政界の前身横浜グループの頭を務めた女さ。みんな動くんじゃないよ。動けばこいつの喉首から血が吹き出るよ。信也さん、花子、純子、逃げな。トール君、リーちゃんやおばさんのことを考えてくれ。信也さん、早く。妹は鑑別にいるんだよ。兄貴がその隙をつくなんてせっこいまでするんじゃないよ。私を好きにしな。俺の気持ちは玲子と一緒だ。チクショーブラックのやつら。シアさん、こんなことじゃ玲子が鑑別でどんな目に遭ってるか分かんないの。花子、玲子が心配だよ。私たちが間違いを起こしてさ、鑑別に乗り込もうじゃないか。もうそれしかないね。なさい。僕がスレイちゃんに会ってくる。それまで君たちは軽はずみな真似をするんじゃないぞ。いいね。玲子、恋しい男が面会に来たようだね。だが今日が最後だよ。北斗の幹部がブラックに叩きのめされて歩くこともできない体になってるの知ってるか。なんだって。野上信也もいずれそうなるさ。お前に関わりを持った奴はみんな。玲子さん、どうしてもあなたに会いたくないって言ってるんです。もう一度僕が玲ちゃんに会いたがってると伝えていただけませんか。僕は玲ちゃんに会って話をしなければならないんです。お気の毒ですが。信也さんですね。はい、そうですが。所長の森戸というもんです。いやー、よく話してくれました。大変参考になりましたよ。僕の話を聞いていただいてありがとうございました。レイちゃんは純粋すぎるくらい純粋な女の子です。不純なもの、不実なものを憎む気持ちを誰よりも持ってます。所長さん、どうかそのことを分かってあげてください。それともう一つ、僕が待ってるとレイちゃんに伝えてください。僕はこれで。待ちたまえ。レイコ君に一目会っていったらどうかね。いえ、しかし。いやいや、レイコ君なら間もなくここに来ることになってるんだよ。私がそう申し付けておいたんでね。中瀬です。上島玲子を連れてまいりました。入りたまえ。玲ちゃん。
信也さん。君のことがね、心配で訪ねてきたんだ。少しやつれたようだけど元気で頑張ってるんだろうね。うるせえな。てめえには会いたくないって言っただろ。いつまで私にまとわりつけば気が済むのさ。ぶちのめしてやろうか。玲子さん、何ですかその言葉は。私とあんたは住む世界が違うんだ。少しは離婚になったらどうなんだい。いい年して私みたいな女の尻を追い回してると、今に悔やんでも悔やみきれない大やけどをすることになっちまうんだ。二度と私の前に面出すんじゃないよ。レイちゃん、僕を信じろ。もっともっと僕を信じてくれ。うるせえ。待ちなさい、上島玲子。任せ君。所長さん、所長の前で凄んで見せた以上、自分は少年院に送られるだろう。だがそれで深夜が自分を忘れてくれるなら悔いはないのだと玲子は思っていた。お父さん、許してね。少し遅れるけど、私は必ずお父さんの汚名を晴らしてみせるわ。僕は雄平おじさんが最後にプレイした時のキャディさんを探してるんです。事件の現場を見てるかもしれない。キャディさんに会ってその時のことを聞き出したいんです。レイコさんのためにそこまで。深夜さんはレイコさんのお父さんが無実だと信じてるの？信じてます。無実なら私のうちを殺した犯人は誰なんですか？それは今の僕には何とも言えません。ただ僕は雄平おじさんの事件には何か秘密が隠されていると思ってます。レイちゃんのためにもその秘密を明らかにしたい。失礼します。出ろ。出るんだよ。早く出ろ。何するんだ君たちは。バカなことはやめて家に戻りな。今度はこの程度で済まないぜ。野上信也がいたぶられたとさ。何だって？信也さんは私とは何の関係もないんだ。しょうがねえよ。お前と関わりのあるやつは一人残らず叩きのめせと会長が命令を出してるんでね。命令だ玲子。これをこのまま食べな。ふざけたこと。嫌なら無理にでも食べさせるけど、いいのかい？どうしたの？しっかりさせろ。どこが痛い？お腹が痛い。我慢して。
の会長が私たちに根性を見せてくれるそうだよ。さあ玲子、お食べ。最高、怠慢勝負を申し込むよ。場所は礼拝堂、時間は午前3時。受けた。深夜さん、私はもう止まらないよ。僕を信じろ。もっともっと僕を信じてくれ。レイコが泣いてるよ。私たちの前では泣いたことなかったのにね。さすがだね、玲子。逃げ隠れしないところは褒めてあげるよ。始めようか。お前も取りな。サエコ、私はやらないよ。今さら何言ってんだ。私はやらない。その代わり私の体を好きなようにしな。当たり前だ。墓場に送ってやるよ。勝負は君の負けと決まったようだね。さあみんな部屋帰りなさい。帰りなさい。戻るんです。はい、戻りなさい。お部屋に戻りなさい。はい、戻りなさい。私は死ぬわけにはいかないんだ。私にはやることがあるんだ。私にはおっ、玲子、玲子君、玲子君、大丈夫か。しっかりしなさい。はい。
体の具合はどうですか？はい、もう大丈夫です。ご迷惑おかけしました。まあ、そこに座れてまい。はい、失礼します。ああ、うん、今日の君は一段と健やかな顔をしているよ。私は君をずっと見ていたんだがね、君の調書を読む限り、君は少年院に送致されて当然の無茶なことをしている。しかし君の瞳は澄んでいた、輝いていた。私は君は強くてまっすぐな生命力を持っている人間だと直感した。入所してから今日まで、私は君の構成する意志、意欲、君という人間の全体を見極めようと努めてきた。今私はね、私の直感が正しかったことを誇りに思っているよ。君の構成する意志は本物だった。もっとも私は君が最後の最後に無茶なことをするんではないかとハラハラしながら見守っていたんだがね。私も最後の最後まで迷っていました。怠慢で冴子を打ちのめして少年院に送られてもいいって投げやりな気持ちにもなっていたんです。でも決して後戻りしないと誓った信也さんとの約束を思い出して、その約束を破ったら私という人間がダメになる気がして。それはね、君が君という人間を信じ切ったからだ。信也君という人間を信じ切ったからだよ。先生、レコ君、人を信じるということは渾身の力を要する荒技なんだ。君は最後の最後で全身の力を振り起こして君という人間を信じた。思考の世界に落ちる君ではなく、目的に向かってまっすぐ生きる自分自身を信じた。それと同じ力で君は信也君を信じたんだ。はい、私は信也君から君のことは全て聞いた。今の私は君のお父さんの事件のことをあれこれ言う立場にはないが、私は君という人間を信じる。ありがとうございます。私今まで大人なんて誰一人信じられないと思ってました。私が何を言っても誰一人信じてくれなかったから。レイコ君、君には人を引きつける不思議な力がある。それは君がまっすぐに生きているからだと思うね。これからもまっすぐに生きることだ。そうすれば味方はどこからでも現れるものだよ。はい。レイコ君、この4番ウッド君にプレゼントしちゃう。これを私にですか？クラブを振りたくてうずうずしてるんじゃないのかね。はい。さあさあさあ、いや、これは私が使っていたものなんだが、私はゴルフが下手でね、君に使ってもらえばこの4番ウッド本来の力を発揮するんじゃないかな。社長さん、ありがとうございます。信也さん、所長さん、ありがとう。お父さん、待ってて。まずいことになった。レイコは出られそうだよ。保護観察処分の可能性強し。バカな。レイコ、俺の気持ちはお前と同じだ。俺だって父さんの無実を晴らしたい。そのためには下水界に入って、誰が賢者兄貴に命令を出してお前を狙い撃ちにしてるのかを調べるつもりだ。
トール、賢者柳だ。トール、よくやったぞ。北斗の幹部を徹底的に痛めたそうじゃねえか。本部の大幹部がな、そろそろお前を入会させてもいい頃だって話していたよ。ありがとうございます。下水会に入れるなら俺は何だってやりますよ。頼もしいじゃねえか。おい、麗子のことで情報が入ってるぞ。麗子、どんな情報ですか？少年院送りが決まったそうだ。そんな、麗子は少年院だなんて。北斗の頭としてやりたい放題やってきたんだ。まあ3年は仕方がないだろう。兄貴。何だと？いや、何でもありません。トール、バカなことは考えるなよ。お前はどうも度が過ぎた妹思いだからな。それが心配だ。また来る。たけし。なんだ？みんなを集めろ。俺は麗子を少年院なんかやりやしねえ。俺の手で奪い返す。分かった。おい、みんな集めろ。神奈川鑑別の殴り込みだ。麗子、待ってろ。俺が行く。ぼっちの必死の戦いは、森戸所長の温かい眼差しの中でようやく実を結ぼうとしていた。絶望と不信の中で揺らいだ麗子は、明日への希望で胸を膨らませていたのである。だが今、賢治にそそのかされた徹が無謀な行動で麗子の夢を打ち砕こうとしていた。